なんか面白そうやなっていうところでご連絡させていただいたら、結構あの仲良くさせていただいてるんで、じゃあもう加盟しますということで、よろしくお願いします。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。はい、今回はフランチャイズ実態調査ということですね。本当は伊藤ちゃんの担当のやつなんですけど、今日伊藤ちゃんお休みなもんですから、代わりにちょっと守備色の三原さんに入ってもらってますけど今日来ていただいているのは株式会社 FDC の船富社長。今回は何の件で喋っていただけるでしょうか。東さんから連絡いただきまして、はい、うん、成功オーナーというか、まあ、成功してるかどうかちょっとあれなんですけど、一応これ成功してる人が出るやつですけど、はいはい、まあ、でも順調には進んでるので。あ、そうですか、はい、東さんというとロレインブローに加盟された。はい、そうです。いつですか。加盟したのは12月とかなんですけど、はい、そこから工事とかを経て4月に姫路オープンして5月に高松オープンした。姫路と高松。あ、そうです。その他離れてる。あ、そうなんです。4月5月2ヶ月連続で2ヶ月連続ちょっとご縁がありまして。これはなぜロレインブローを選んだんですか。もう本当東さんをちょっとフランチャイズチャンネルで見たのをきっかけに、うん、まあ、ご連絡させていただいたのと、ビジョンというか美容の負をなくしたいみたいなビジョンがあって、そこにちょっとあ、なんか面白そうやなっていうところでご連絡させていただいたら、結構あの仲良くさせていただいてるんで、じゃあもう加盟しますということで、よろしくお願いします。僕の印象、東さんもう毎日お酒飲んで点滴打ってる人ですけどこの間も打ってました、ちゃんと大阪で、ま、僕神戸で住んでて、で近いんでちょっと大阪に行って一緒に飲ましてもらったりとか、そうです、加盟する前にちょっと何回か飲んだりとか、まあ、加盟する前に何回か飲んでる。そうなんですよ。なかなか急タイプだな、それは。なんかオーナーさんが集まる会みたいな東京であったんですけど、うん、まあ、僕全然まだ加盟するかどうか決まってない状態でちょっとそこに参加させていただいて、ね、で仲良くさせていただいてて、うん、で僕工事やってるので、うん、店舗のこの内装の工事とかもさせていただいてるんですけど、なるほど、まあ、本部の工事とかもちょっと依頼いただいてたりとかで、ね、もちろんアマゾネスの方もそうなんですけど、アマゾネスも今回加盟されたんで、ね、加盟させていただいて、アマゾネスどこですか。大阪のアベノっていうところ、はいはいはい、させていただいて、水没したというか水漏れのところですか。僕の店舗は水漏れの店舗じゃないですけど。そうなんですね、奇跡的に3店舗ぐらい水漏れてなかった。3、4店舗一気にガーッと行ったっていう。あれは厄払いしないとダメだ。僕が工事したんでまさか僕がやらかしたんじゃないかなと思ってめちゃくちゃびっくりしたんですけど、ご聖丼やー言ってましたけど、上からちょっと漏水があってすぐ駆けつけたんですけど、僕らじゃなくて、まあ、とりあえずは良かったなっていうところで。なるほどね、はい、ということで実態調査なんで、まあ、今加盟までは聞いて、はい、で4月にオープンした。4月に姫路の方をオープンさせていただきました、はい、そうすると5、6、うん、7、8、はい、まあ、ほぼ5ヶ月目ってことですか。そうですね。今どうですか。今月で黒字化しそうですね。今月で黒字化、はい、ロレインブローだから最初オープンケーキがあってバッと来るっていうものではないんで。そうですね、うん、黒字化と売上どのぐらいですか。だいたい今で150万ぐらい。うん、150。だいたいその辺が損益分岐のところになるので、はい、スタッフ何人、今3人集まりました、はい、何坪。16坪ぐらい。16坪、ね、姫路の駅から東京ぐらい。ちょっと大きめで、どうしてもそのもう空いてなかったんで、うん、家賃はちょっと24万ぐらいするんですけど、うん、それも高いね。そうなんですよ、うん、だから少し損益分岐点が高いわけだよね。あ、そうなんです。高松はもう少し、先月でちょうど黒字化したところになりまして。何ヶ月目ってこと。4ヶ月目。4ヶ月目か、はい、で黒字化しましたね、まあ、家賃が11万とかなんで同じ広さなんですけどそれはやっぱり高松と姫路の差だよね、そんな違うんですね。倍以上違うんだ。電気代とか水道代入れても13万5千円ぐらいなんで、だいぶ違います。その10万は結構大きいんで、やっぱり、うん、そこまでいくとね。でもやっぱり成功オーナーに出てもらうって最初言いましたけど、はい、ロレインブローのビジネスモデルだと、はい、ここまで来るとここから下がっていくってことないんですよね、基本。そうですね、本当にこう僕が描いた通りに積み上がっていってる形 で、うん、で予約が見えるじゃないですか。そうですね、そこがこのビジネスでかいんですよね、まあ、治るとかとも同じなんだけど、うん、今来てくれる人の何割かっていうのは絶対残るっていう、そういう安心感なんだよね。だから頼んだからリピートがかなり多いってことですよね。リピートも積み重なっていくっていう。そうですね、新規からの次回予約率が大体、まあ、推奨が 50% か 60% で、うん、次回予約からの再来が大体 90% になってくる。やっぱ必然的に30件ずつぐらいこう積み上がっていくイメージ。そこがやっぱり商売っていうのはやってて、波があるっていうのが一番困るんだよね。今月はいいけど来月どうか分かんないとか、そうじゃないっていうところが、うん、でもこれは東さんが最初、まだ一番最初に話を聞いた時に、どこがいいのって聞いた時に彼はそれを言ってたから、やっぱり来月の予約が分かるんですっていうね。
それはやっぱりやる側からしたらね。であと天候とかにね、まあ、もちろん台風だとかってまた違うけど、雨とかには左右されないじゃない。そうですね、うん、飲食とかとね、そういうとこも違うから。僕建築やってるんで、どうしてもそれこそ波が結構あるような業態なので、ありますよね。それでこうやっぱ店舗事業にちょっとこう興味持ったっていうところが一番最初のスタートですね。やっぱりそれこそ次の月の売り上げがちゃんと見えるみたいなところ、うんうんうん、ある程度予測がつくっていうところはすごい魅力的やなと思いましたね。もちろん最初ね、ダックスなスタッフがやるとそこがブレるんだけど、うん、そこはやっぱりちゃんと整えていけばこうなっていくと思うんで、これ来年とかもう一回1年経って出ていただいたら結構面白いと思いますけど。そうですね、うん、でもなんだかんだ言ってスタッフとのコミュニケーションって大変でしょ。そうですね、やっぱり女性ですし、今までその男性ばっかりの職場なんで。そうだよね、建築ですので、やっぱり事務員さんがちょっと僕と同じ年の子ぐらいの子いるんですけど、うん、その子にちょっとこうクッション材になっていただいて。あ、なるほどね。ちょっとやり取りをこうしていただいたりとか。クッション材という言い方をするということは、直接名富さんから言わずにみたいな。そうですね、例えばちょっと聞きにくい労務関係のことをやったりとか、そんなんはこう事務員さんが聞いてあげて、マネジメントみたいな部分だけこう僕が言っていくみたいなところという形ですね。資格はいらないんでしたっけ。美容師免許がいるんですよ。採用も大変ですよ。結構そうすると高松はかなり苦戦しました、最初は。今もう3人集まったんですけど、最初結構もう数ヶ月に3ヶ月ぐらいちょっと集まらなくて、うん、でも来るときやっぱこう一気に来るよみたいな話をいただいてたんで、まあ、一気に集まったんですけど、最終的にはここがねやっぱりポイントだもんね。そこをなんかオーナーが頑張ってなんとかするっていうことがなかなかできないですね。そうですね、うん、結構僕あの本部の東さんと一緒に採用の戦略もやってるんですけど、本部には結構毎日のように問い合わせが来てるんですよ、うんうんうん、採用の。だから本部から紹介も結構あるのかなと思ってたんですけど、姫路はもう一瞬で集まりましたね、1ヶ月以内で3人ぐらい、なんなら4人5人ぐらい面接して3人絞ったぐらいの。これはやっぱ人口の差なんだよね。そうですね、この辺が商売のね。逆に言うと高松の方は家賃は安いし、その業務規定も低いし、なんだけどやっぱりそもそも人口が少ないから。そうですね、なんか経験豊富な美容師の方ではなくて、別に未経験とかなんか全然できない方でもいいんですよね、はい、全然もう僕のところ未経験の子ばっかりで、はい、まあ、2人ぐらいはその経験者の子いるんですけど、最初は不安がありながらもやっぱ研修の制度がしっかりしてるんで、もう帰ってきた頃にはとりあえずお客さんの成立はできるっていうところまで。研修は何日ぐらいある？ズーム研修っていうのを2日入れて、うん、プラスあの、まあ、大阪でやる研修なんですけど、うん、大阪とか東京で5日間してもらう。大体できるようになってくる。あ、もう大体はできるようになってて、ね、そこからモニター募集みたいなのを LINE とかでして、まあ、2週間から3週間ぐらいかけて最終的にまあ一般のお客さんをこう入れていくみたいなところになるんで、結構早いなっていうのが、やっぱ建築とかそんなすぐに5日とかで現場出せれないんで、うん、そこはやっぱうまくできてんだろうね。いや、すごい。あの酔ってる東さんがそんなちゃんとしてる本部だったんですね。さすがにちゃんとしてなきゃここまで。だって今何店舗になってるの、ドレインブローって100超えてるぐらいなんだよね、はい、って言ってました。うん、懐かしいよ、最初、うん、本当に4店舗とか5店舗みたいな2店舗みたいな、そういう時だったから。東さんツイッターのプロフィール、あのアコムで借りた金で作った店が爆当たり中って書いてありますからね。うん、本当に彼は本当に非常に印象に残っているんですよ。すげえ。喋っててもやっぱこんな27歳おるんかなって思いますけどね。伊藤君とか青さんとかと同じ世代ですもんね。うん、すごい、なかなかゴールデン世代なんだけどな、あそこはな。東さんやっぱりこうブレないよね、うん、人というところにね、育成みたいなところに本当に好きなんだろうよね。常に人の話やっぱりしてますね、うん、そのスタッフを大事にしようみたいなのがやっぱり一番最初にその施策としても出てきますし、あそこが一番メインなのかなっていう。まあ、僕もやっぱ人が結構好きなタイプではあるんで、うん、そこに共感するところは多かったですね。はい、じゃあ今本業のでその内装とかをやってて、はい、全く未知の分野でフランチャイズ美容系でやってみて、はい、一番その不安だったとこ、苦労したところってのは何ですか。やっぱり女の子っていうところの採用と、何も知らないんで、その眉毛サロンとかの施術の内容とかを全くわからないんで、それをやる前やっぱりどうやって接しようかなっていうのが、まあ、そこのイメージがつかなかったってことね。そうなんですよ。だその辺はやっぱフランチャイズなんで、もちろん東さんはオーナー選んでますからね、彼はかなり落としてるんで、うんうんうん、この人だったらやれそうだなって人と組んでるんで、そこは東さんから見てできそうに思われたんです。そうなんです。
だって分かんないからね、これやってみないと、はい、確かにそうです。女性スタッフとうまくやれるかと、うん、できない人は本当にできないから。僕ヤシップやってますけど、なんで全然店来てくれねえんだって言って怒ってますからね何もやってくれないじゃんって言って、うん、2人ぐらい辞めました、ね。この辺はやってみないと分からないところがあるんで、未経験からの場合はね、はい、まあ、そこはだから非常にできる方なんだろうなと思いますね。本部のこのレスがすごい早いんで、うん、まあ、困ったことは例えばパッて言ったらもう本部のスタッフの方がすぐ返答してくれるんで、そこのやっぱ不安はだいぶすぐ解消できるんで長引かない。この辺はだから増えてきたからパンクしてるって感じが全然しないんだよね、うんうん、本部のスタッフもまあ結構頑張ってるんじゃないかなと思うけどね。東さんからもなんかたまにインスタの、まあ、こういうハッシュタグつけた方がいいよ。東さんがですか？そう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 、キャバクラの話しか僕してないですけどねだからそこしか見てないんだよ見てないってことだね、やっぱ怒られちゃうで、アマゾネスがこれから、アマゾネスさんも4月にオープンしてるんですけど、ちょっと今積み上げなんで、やっぱりこう徐々に時間はかかる形で、まあそうですね、ロレイン風呂以上にかかるとは思います。あ、そうですね。ただあれも結局かなり変わってるんで、うん、基本的に競合が出てきて競合に取られるとかそういうところはないような気がするんですよね、うん、ジムは今取り合いだからね、うん、なんか新しいプランを出すみたいなとかいろんなお話もいただいてるんで、それは今後期待していきたいなっていうところではあります。まあ千野社長も変わっていくからね、かなりねまあ面白い方ですねアマゾンですよ今スタッフ何人、スタッフはその基本的に本部雇用っていう形になってるんで、なるほど、ね、僕自体は雇用はしてないんですけど、はいはい、多分3名ぐらいの方が回していただいてるような形、まあアベノは悪い場所じゃないと思うんで、はい、人が集まるところですからね、頑張っていきたいと思います、はい、頑張っていただきたいと思います、はい、これ本当に実態調査ということで本当定期的に出ていただくと1年に1回とかね出ていただくと、まあ、来年ぜひ非常にいいなと思います、ね、うん、はい、はい、じゃあ今日はもうというところからありがとうございました。ありがとうございます。FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり僕が話したり、いろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで